人間の肉体の死は確かにこの世のすべての終わりだということは物質的あるいは肉体的な視点から見れば正しいと言えます。だが死を霊的な立場から見ればその肉体をこの世における一つの道具として使用していた霊が肉体の使用を止めその支配力を失ったにすぎません。そして死は霊にとっては 霊界へのの旅立ちに過ぎないのです死と同時に肉体の中の霊は目覚めるのです肉体が死に新たに誕生した霊を精霊と呼びます精霊は自分の感じる状態が肉体を持っていた時とあまり違わないのを自覚して驚きます精霊になった彼は彼の死を嘆き悲しむ家族たちを見ることができますが彼には 自分の肉体の目を開いたり自分の肉体の口を開いて話しかけることはできません肉体は死んで精霊となっているからですこのため自分の死をなかなか理解できないこともありますまもなくこの新たな精霊が目覚めたことを知り霊同士の感動が起きる結果霊界から大いなる光とともに導きの霊が彼を迎えにやってきます そして導きの霊と新しい精霊との間で壮年の交換が始まります霊界には無数の霊の団体があり霊たちは開自分の壮年の状態に最も適した団体に属して生活を送っています壮年の交換は新たな精霊が導きの霊の団体と同じ性質を持っているかどうかを知るために大切なものですなぜなら 霊同士の想念の交換は互いに見つめ合うだけで十分に相手の心の状態が理解でき通じ合うからです導きの霊はこの新たな精霊の性格をあらゆる方面からことごとく検討し尽くします導きの霊がこの精霊が自分たちと同類のものでないと判断すると立ちどころに去っていきます導きの霊は 次々と現れては消え、現れては消えます。一方、精霊は、彼が、将来、どの団体に食すべきかを考え、最も自分に適していると思われる導きの霊に出会うまでしてる肉体の中に残って、静かに考えを巡らせているわけです。この辺りの記述は、チベットの死者の書で、バルドの間に。 いな神物が死者を迎えにに来る情景に似ています。この間この世の時間で言うと23日の間精霊は死せる肉体の中に止まっているのが普通です最後に死者の精霊は自分の想念に最も適していると判断した導きの霊によって導かれていきます死者の精霊は霊界に行く先立ち ままず精霊界に導かれていきますその時彼らは建物の壁もこの世の風景などとは全く関係のないかのように通り抜けていきます。彼ら霊はこの世と同じ空間にいながら同じ空間にいないのです。死者の精霊はこの世とは別の世界を目指して自然に空中を歩いていきやがて精霊界にたどり着きます。 この世の人間が死んで精霊となった時まず行く場所が精霊界です。人間は死後直ちに霊となるわけではなく一旦精霊となって精霊界に入った後、そこを出て霊界へ入り霊界で永遠の生を送る霊となります。精霊が人間と霊の中間的な存在であるように精霊界も 人間の世界と霊界ののの中間の世界界なのです精霊界があまりにも人間界と似ているため自分は死んだと思ったのにすぐにまた元都道を地に生きていることに驚く精霊たちも非常に多くいます自分は死んだと思ったのにまだ生きていることに困惑してしまうのです世の学者や知識人などと呼ばれる人たちは 物質中心主義的な考え方でしか物事を判断せず自分たちが理解できないことや目に見えない現象は全て否定し存在しないと頭から決めつけてしまいます彼らのような物質中心主義的な唯物論者が霊界の存在を否定し世間の人々に誤った考えを植え付けていることが精霊たちの混乱の大きな原因となっていますしかし はじめは驚き戸惑う多くの精霊たちも精霊界で日が経つにつれて精霊として自分自身を自覚し精霊界や霊界の存在について次第に確信を持つようになっていきます精霊は精霊界に入ってしばらくの間は人間であった時と顔つきも変わらず人間の持つ全ての感覚もそのまま備えていますしかし 時が経過しびを減るに従って、人間にはありえない霊としての感覚が次第に現れてきます。そして、霊的性格が次第に磨かれ、だんだんと物質中心的な思考形態がなくなってくると、精霊界から霊界に行く準備ができてきます。精霊界は、そのための試練や修行の場だと言えます。もともと、霊的な感覚というものは、 誰ででもあるる一定の条件を整えれば感じることができます例えば人間界の煩わしい騒音をすべて断ち切って一人静かに瞑想し自分の心の奥底から湧き上がってくる思いを冷静に観察したとすればその心の想念はもともとの霊の姿に近いと言えます人間が人間界にあるうちに心に浮かんでくる思いは 道徳、法律、礼儀、他人への見え、習慣、それに、他産などが網の目のようになった世俗的で、対面的なものがほとんどを占めています。あるいは、単なる知識のような表面的な記憶だけが非常に重要なものであると思い込んでいます。しかし、そのようなものは、霊界ではあまり重要ではありません。霊界では、真の意味での、 知恵や理性や願望などが大切でこれらのものがあなた自身の最も内面的な例の本質を示しています精霊界ではそれら物質的な意し世俗的な殻を脱ぎ捨ててだんだん例の真の姿になっていきますそれにつれて人間界にあった時とは想像もつかなかったような例としての驚くべき感覚が目覚めてきます この時、例の本性が善良な人の例は、その美しい心の姿が光り輝き始めます。逆に、例の本性が凶悪であった人間の場合は、人間界で示した凶悪さとは比べ物にならないほどの凶悪さを示し始め、その醜い姿をさらけ出すようになります。なぜなぜら精霊界では 世間的な打算や見栄で外見を取り繕う必要もなくなりまた法律で罰せられる恐れが全くなくなるからです。精霊界である程度修行し悟りないし覚醒して一定のレベルに達した例は精霊界から霊界に移っていきます。霊界には霊界の太陽というエネルギーの根源が存在し永遠に霊界に光と熱を与えて。 すべての生命を維持するとともに、霊たちに霊流という特別のエネルギーを与えています。密教では、大日如来という宇宙の中心となる仏が存在しており、霊界の太陽の概念とよく似ています。霊界には、同、重要な性格を持った霊たちが形成する、町や村のような団体が無数に存在しており、霊界で霊的性質を取り戻した霊たちは、 この霊界の団体のうち最も自分にぴったりする性質の団体を選択してそこに属して生活するようになりますさらに霊界には霊の悟りすなわち心の窓の開け具合の段階に応じて上中下の3世界があります上の霊界は天上界と呼ばれ想像を絶する素晴らしい至福の世界で銀の樹木に黄金の花が咲き すべてが宮殿のように光り輝いていると言われています。このように美しい天上界の世界は天上界に住む霊たちの美しい心の表れなのです。同じ霊界であっても中世界、下世界となるにつれて美しさも輝きも上の世界ほどではなくなっていきそこに住む霊たちの感じる幸福もそれぞれの世界に相応しています。霊界では 本当の性格としての人格や理性の高い低いだけが例の人格である霊格を決める基準となります。歴史上の有名人で人間界では有徳の人とか知識に優れた者として高く評価されていた人物たちが霊界では敬じられる場合もあります。人間界で重んじられた人であっても外面的な知識や世間体などにとらわれて。 霊的な心の窓を開くことをしなければ、霊の姿に帰った時に取るに足らない存在とされてしまうのです。霊界では、心のまっすぐな素直な人が、知性、理性、悟りに優れた霊として、より、上位の世界に行くことになります。これとは、逆に、悪しき想念を持つ霊は、精霊界から地獄界へ落ちていきます。地獄界も、 上中下の3つの世界に分かれており下に下れば下るほど凶悪な例の住む恐ろしい世界になっていきます。地獄界は実際に存在しており人々に恐怖心を起こさせ善に導く方便として宗教に説かれている有様とほぼ同時ような状態を呈しています。地獄界にもさまざまな世界が存在していますが。 すべててにに共通しているのは醜悪さに満ち、常に憎悪や軽蔑や復讐などの念と争いに満ち満ちているということです。地獄界の霊たちはみんな醜悪な怪奇な要望をしていますがそれは彼らの醜悪な本性がそのまま顔つきに現れてくるからです。彼らとて人間界で生活していた時はこのような要望ではなかったのです。 彼らは人間界にいた時のような法律や世間の評判さらに見えや多産というような束縛を出して赤ララな悪としてのものすごさを露呈しているのです。例の世界は精霊界、霊界そして地獄界の3つの世界を一緒にしたものがすべての世界なのです。このうち精霊界は例の世界では 中間地帯といえる特別な世界で、霊界と地獄界は、性質を異にする霊の住む二つの違った世界なのです。精霊界からは、霊界へも地獄界へも通路が通じていますが、霊界と地獄界の間には通路はなく、二つの世界は切り離されています。人間の死後の霊は、はじめ精霊界に入り、ここであるものは霊界に行き、また、 あるるもののは地獄界へとと行くことになるのです。同じ例でありながらなぜにある霊は霊界からさらに天上界に行きまたある霊は地獄界に行ってしまうのでしょうか世の東西を問わず世界の宗教が説いているように人間界にいた時に悪業を犯したり不道徳な生活を送ったものが地獄界に投げ入れられ 永遠の罰としての恐ろしい苦しみを受けるのでしょうか。いや、地獄界の真実の層は、決してそのようなものではありません。それは、宗教を広める必要から作られた根拠のない架空の話です。人間の死後、精霊界から地獄界へ落ちる霊は、霊的世界に目覚めず、霊界の存在が認識できない精霊なのです。 ここが最も大切なポイントなのですが地獄界へ落ちる精霊は多くの宗教が説くように人間であった時悪号を重ねたために罰として地獄へ行くわけではないのです地獄界へ行く霊は自ら欲するままに地獄界を選んで行くすなわち自らの意思で地獄界へ行くのです霊として真に目覚めることのできない精霊の中には 確かに人間であった時に悪語を行ってきたものは全て含まれますから結果的ないし表面的には多くの宗教の教えと同じ結果になるように思われますが本当の理由は全く違うのです。